久保さん、僕も昨日ね、8時か9時、7時、7時半かな。多分寝たと思いますね。<laughs> 普通考えられないですね。なんかネットビジネスマンは夜だ言うてたんですけど、最近もうほんと寝るのは超早くなっちゃって。まあ朝が早いんで、要は朝が早いんで自動的に夜眠くなるんですよ。昔だったら朝5時に寝るとかだったんで、4時、5時に寝るとかだったんで。で、今、 その朝5時とかに目覚めるんですよね。6時とか5時とか、うん。今日も5時か起きたの。で、さっきちょっと動画撮ってたんですけど。だからね、常識、僕の常識変わりましたね。この前、その、あやさん来た時に、あやさんはまだそのネットビジネスマンなんであの、深夜3時とかに寝るらしいんですよ。で、泊まりに来て、泊まりに来て僕も、 あのもう0時前にこんななっちゃうもう,もう、ね、無理なんですよ。だから、もう寝ちゃって先に。で、であやさん一人で起きてるみたいなね。<laughs> だ僕さ、先に寝ちゃってたんですけど、ずっと。うん、だ昔はね、普通によ夜をずっとやってたんですけど、今ね、なんでこうなったかっていうと、うやることがないんですよ。なんか別に夜、気張ってやるまで何もないんですよ。 だから、ぶっちゃけ朝のね、1、2時間で仕事終わっちゃうから、もう全部フリーなんですよ。まあ、あと質問来たら、まあ動画と回答するぐらいで、質問来なかったら本当にもう仕事ないですよね。だから、マジで2時間ぐらいで終わっちゃうんですよ。仕事が。もう簡略、もうどん、もうやりまくった結果、簡略化されてきてるんで、もうやることが。だからね、もう、あ、今日仕事終わりだ、みたいなね <laughs>。朝、朝、朝もう9時ぐらいでもう仕事終わってますからね、僕、うん だ朝、まあ5時、6時に起きるじゃないですか。そこから2時間、1時間ちょっとやって終わりですから。本当に。早いですね。何なんだ、この生活みたいなね <laughs>。だって、ね、朝ね、みんな起きてね、7時とか6時に起きてね、飯食ってね、スーツ着て、まあ今スーツはわかんないですけど、これ朝いじってるわけじゃないですか。僕もなんかその、まあ朝散歩もしながら、 なんか仕事ピッピ,ッピって1日間やって、あれ今日仕事終わりやなみたいな。どうするみたいな。<laughs> だから暇なんで、まあどう、昨,昨日のはね結構久保さんの動画やりましたけど、まあ今日ちょっとね予定入ってるんで、まあ久保さん今日はちょっと動画多分、あのー、遅れないと思いますけど。<laughs> うん。結構ね、1日今日入ってるんで予定が。そう、でもね、あれですね、もう最近思うのが、 まあ、一日の予定あって、入ってたとしても、まあ、朝5時から朝6時稼働ってあんまないんですよ、さすがに。まあ、な,ない、ないですね。その、なんか、その、どっか移動するために、朝5時から移動するとかね。まあ、その、会社行く人だったら、その、2時間通勤時間かかりますよとかだったら、まあ、朝5時で会社に出社するために、その、なんかそういうのあると思うんですけど、僕はないので、な基本的にその予定とかも、 うーんその早い時間はないわけですよ。早い時間は仕事、だから仕事に集中できるし、なんか散歩に集中できるし、散歩も気持ちいいし、朝はね。仕事に集中できるし。で、終わるじゃないですか。で、あと全部、なんかその予定通りに行動できるし。うん。結構いいっすね、これね。最近思うのが。早く寝るって、 朝がやっぱ自動的に早くなるんで、うん。しかも朝早くすると、もう夜もう眠くなりますから勝手にね。寝られないってことないっすよ。う朝、稼働時間早いんで。だからなんか、生態系というかバランスが整ってきたかなっていう <laughs>、思いますね。うーん。 昔8時とかに寝るのは考えられない。も、ま、う、あ、非常識ですよ、僕の中。僕の中で常識なんか全然ないですね。全くないです。8時寝るとかありえないですよ。今なんかそれが普通になってきたみたいだね。なんか。何なんでしょうね。<laughs> うーん。なんかまあ変わるよっていう。だからその GT-R もね、売るっていう。まあこれ売れたら本当に売るんで、多分。 僕の希望価格で売れるんだったら、それは売りますよ。うん。だからね、やっぱり、まあ、前から思ってたんですよ。やっぱりその、まく、あ、久保さんも今回、その、4ヶ月ぐらい車検じゃないですか。で、やっぱ、あのー、維持していくのが、やっぱ大変なんですよね。大変。まあ、大変だし、手間かかるんですよ。で、大変と手間があるから、愛情も注ぐ。愛情もね。 あの注げられるんだけどもこの手間と時間を最新のものに変えてしまったらどうなるのかっていうのが興味出てきたんですよね。うーん。だこの前、その BM のショールーム行ってきたんですよ、実は。で、やっぱね、それを歯止めた立てたのが、やっぱその BM のねショールームに最新の車が乗っ見て、こう見るわけですよ、乗ってみたりとかね。やっぱ,やっぱすごいんですよ、最新のあの。 なんかもう内装も全然もうね、二十何年前の車と今の最新のその、あれ、久保さん本当のあれですよ。僕が今買おうとしてるのが、久保さん、キットで呼びかけてこう喋り、まあ、久保さんのやつはこうボタンを押してね、喋ってくれるじゃないですか。今ね、AI が本当に搭載されて、OKBM、OK、とかね、って言うと、その、喋れるんですよ。わかります <laughs> だ本当にあれが、 できるんですよ、今。うん。あんな風な感じで。まあ、あそこまではいけないですけど、すごないですか喋ってくれて、いろんなことしてくれるんですよ。だからね、まあそういうのもちょっと車でね、なんか車に喋りかけて喋ってくれるっていうのは面白くないですか、これ。これ GT-R34 じゃないんで <laughs>。だからなんかその、まあパン、BM のパンフレットにもね、その、 しかも AI 学習、しかもね、今までの音声認識とは違くて、本当は AI なんで、もう喋り、ずっと喋って何年も乗ってね、喋りかけていくと、その AI が学習して、この、あの、ドライバーになんか適したその、なんかも学習してってね、こうやってくれるっぽいんで、それはすごくないですか。まあ、今後はそういう車が標準化されるとは思いますけどね。だからその昔あった過去のね、キットみたいなね、それが、 今は普通になってくると今後はデフォルトで車と喋れるみたいなね <laughs>。うん。まあ、すげえ時代になってきました久保さん <laughs>。ボタンを押してね、あの、テープを回す時代、テープっていうのも古いですけどね。<laughs> あのそういう時代じゃないんですよ、もう。本当にあれができるっていうね。だから本当に、だからまあ、あれじゃないですか、その、まあこれ別枠で、別システムで、 その、まあでも難しいかな、あの音声でどうなんだ。まあその機械をね、AI の機械をあのキットに埋め込めば、本当にできますよ。その、そのパーツをね、でもそのパーツすげえ高いと思うんですけど、それを開発、キット用のあの音声で開発するのはすげえ、めちゃめちゃ金かかると思うんですけど、でもね、今の技術があると多分できますよ。うん、いくら金払うかに振りますけど、多分まあそれぐらいだったらね。 あのあーどうなんだろうまあそれ専用ですからね。人、ワンサイズですからね。そう、た、ねいっぱいの人に売らないんで、久保専用で作るんだったら、まあ相当高いかもしれないですね。<laughs> でも技術的にはできるんですごいですよね。うんなんで、まあ、あの、まあ希望価格僕は最低1800万なんで、この1800万で買う人がもしいるんであるならば。まあでもね、 あの25年アメリカの25年ルールが2024年に解禁されるんで、また値上げさ値上がるんで、絶対に。だからそういうのもセールストークで使えるなっていう、もうであと2、3年で規制あの輸入でき、もうアメリカに自由にね、あの輸入できるようになるし、外,外国人、めっちゃ高く売れるよ、ああアラブの石油王にね、5000万ぐらいで売れるんじゃないみたいな。 まあ今も海外に出てますけどね34バンバンな感じですかねはい、はい、何でしょうかねいってらっしゃい